んにちは。突然ですが、集まれ動物の森って楽しいですよね。で、集まりの特徴として道具を DIY で作るわけですが、道具壊れすぎじゃない？そもそも木の枝で道具作れるの？っていう疑問が湧いたので実際に作ってみます。作成するのはしょぼい虫網です。今回手頃な木の枝がなかったため、その辺に転がっていた廃材5本を使います。まずは木を切ります。あとは組み合わせていい感じに固定すれば完成ですが、実物を見ると紐のようなもので固定されています。材料に紐はないので、村人は木を避ける地図のようにして紐を作っていると考えられます。今回は時間の短縮のためタコ紐を使用します。で、固定しました。あとは網の部分ですが、こちらも村人は避けるチーズした後に編み込んで作っていると考えられますが、そんなのやってられないので網を用意しました。こいつをくくりつけたらできた。こちらが完成したしょぼい虫網です。このサイドが開いている感じがしょぼさを引き立たせていると思います。網ができたところで本当に壊れやすいかの確認です。今回虫の代わりに判断が雑そうな猫を捕まえてみます。いざ実験です。意外と丈夫だった。ちなみに木材は2本余りました。